米国の GM 本社を怒らせる気満々ですね。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題はお笑いの振りを心得ているお隣についてです。ネットコマーシャルではありませんが、まるで押すなよ押すなよって言われて、最終的には押すあたりがちゃんとわかってる模様です。そんな内容を中央日報の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。韓国 GM の労働組合が9日ついに全面ストに入った。2002年に米ゼネラルモーターズ GM に買収されて以降初めてとなる。 GM 本社が過激な韓国 GM 労働組合などを明文に韓国からの段階的撤収に転じる口実を与えるのではという懸念が強まっている。韓国 GM 労働組合はこの日賃金引き上げなどを要求して全面ストに入った。中足中秋連休前の11日まで3日間ストをする予定だ。今回のストライキには韓国 GM 所属の組合員8000人が参加した。研究開発 R&D 新設法人 GM テックコリア所属の組合員2000人も10日からストに入る。労働組合の関係者は賃金交渉に関連した使用者側のレッドの提示案がない場合全面ストを継続する方針と述べた。同社労働組合が部分ストでなく全体の組合員が参加する全面ストをしたのは事実上今回が初めて。過去の大宇自動車時代の1997年に全面ストをしたことはあるが、2002年に GM に買収されてからは全面ストに踏み切ったことがなかった。労働組合は今年の基本給を昨年より123,526ウォン、約11,100円、5.7% 引き上げてほしいと要求した。通常賃金の 250%、約1,023万ウォンの成果給、650万ウォンの激励金を要求した。ニンチョン・プピョン第2工場の持続可能な発展計画とチャンウォン工場のエンジン生産などの確約も求めた。使用者側は賃金据え置きが避けられないという立場だ。過去5年間2014から18年の累積赤字当期純損失基準が4兆ウォンを超えるなど経営が正常化していないからだ。会社側は労働組合の従来の部分ストと今回の全面ストで1万台ほどの生産支障が生じると推算したとの内容です。いつものことですが、自分の収入源がなくなるとしても自分のことしか考えないという典型的な状態ですね。しかも米国の GM 本社からこれ以上ストをすると撤収するぞと釘を刺されていたにもかかわらずですから。幸い日産はお隣から撤収するような話が出ていますが、いまだにあちらに居座る日系企業がいるというのも、もうこれで会社を潰しますって言ってるようなもんですよね。さらにお隣の国立がんセンターでもストが4日目になってきて、抗がん注射がまともに受けられず患者が悲鳴を上げてるらしいですが、こういう話を聞くたびにやはり人としてありえないことが普通になってますね。くどいようですが、つくづく日本で生まれてよかった。それにしてもムンさんが適当に最低賃金の引き上げなんて言ったおかげで国の崩壊を加速させるなんて素晴らしい。以上、ムンさん、グッジョブですよ。